はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はお皿紹介やってきます。普段僕が愛用しているお皿だったりとか、レストラン時代に使っていたようなあのお皿のブランドの紹介をしていきます。最初に紹介するお皿のブランドなんですけど、日比野陶器さんって言って岐阜県にあるお皿屋さんですね。ここのお皿屋さんなんですけど、基本的にあのプロ向けのあのお皿がすごく多いんですけど、値段帯もリーズナブルなものからかなり高級路線まで幅広いジャンルのお皿を扱っているお皿屋さんですね。でここのお皿屋さんなんですけど、僕があの普段動画なんかでパスタの盛り付けに使ってるあの白いお皿ですね。よくあのコメントとかであのこのお皿どこですかっていう質問がすごくあったお皿でもあるんですけど、一番最初に今日紹介していくのが、このいつも盛り付けで使ってるこの白いお皿ですね。でこの白いお皿の特徴なんですけど、クープ皿って言われて、基本的に、パスタを盛ったりとか、スープを盛ったりとか、あとはメイン料理でこうお魚のこのスープ仕立てだったりとか、普通にスープを盛るっていうのも やったりして、いろんなこの幅がいろんな料理を盛り付けられるのに、いいお皿がこのお皿ですね。でこのお皿なんですけど、ちょっと質感が独特な質感なんですよね。あとあの色がなんか白なんですけど、なんかスタイリッシュな白なんですよね。なんであの僕はパスタ盛り付ける時に基本的にこの白いお皿で盛るんですけど、白なんでそんなに料理を選ばずに基本的にもうこの白いお皿に盛ればかっこよく盛り付けられるので、これで盛ってます。このクープ皿なんですけど、種類があって、この白とグレーですね。でこの色基本的に僕グレーって個人的にすごい好きな色ではあるんですけど、このマットグレーというかこの質感もこれ面白いお皿になってるんですけど、この白はどっちかというとちょっといい綺麗に盛り付けたい時にこの白のものはスタイリッシュでいいんですけど、グレーになってくるとちょっと B 級だったりとか B 級のパスタ、ナポリタンだったりとか、あの丼物ですね、どんぶりものでカジュアルなんですけどかっこよく盛り付けたいときにこのグレーを僕はよく使ってます。はい、次に紹介するお皿なんですけど、ボールですね。どんぶり皿というかボールなんですけど、このあの日比野さんのボールってすごいカラフルなんですけど、モダンなカラフルなんですけどちょっとモダンな色合いで作られてて、それちょっとかっこいい、またかっこいい料理ちょっと盛り付けたいときとかにすごい映えるお皿なんですよね。で僕は基本的にこのグリーンのものを使っていくんですけど、だからあのシンプルな、ちょっとあの僕他の動画であのそばだったりとかラーメンだったりとかっていう動画があるんですけど、その中でも使ってるお皿がこれで、基本的に何を盛り付けてもなんかちょっとかっこよく盛り付けられるのでこの色を使ってます。であとちょっと変わり種なのが、この外側がこの何色っていうんですかね、グレーなんですけど、中がこの青いタイプのお皿なんですけど、これはちょっとあの個性的な赤いトマトのスープだったりとかビーツのスープだったりとか、ちょっと色がついてるようなスープを盛ると、何ですかね、ちょっとエキゾチックというかアジアンテイストというか、そういうような料理を盛るのにすごいいいボールですね。で次に紹介するお皿なんですけど、このメインプレートですね。お皿がかなりこうフラットになってるんで、何盛り付けても基本的には相性はいいんですけど、こうお魚料理だったりとかちょっとお肉を盛る時だったりとか、であとこのお皿の縁の部分をリムって言うんですけど、このリムの部分がこう水たまりがあって、よりこうなんか洗練された印象があるお皿なんですけど、僕はこれにあのちょっとクラシックな料理作る時なんかにあの盛るようなお皿ですね。あとはちょっとあのスープ張ってもいいし、なんかカルパッチョだったりとか前菜からメインまであの使えるようなすごくいいお皿ですね。で次のお皿も、メインで使う、メイン寄りのお皿なんですけど、このあのリムの部分がちょっとこう縁があるので、このお皿はスタイリッシュではあるんですけど、僕がお皿これ盛るイメージなんですけど、ちょっとカジュアル寄りになったメイン料理ですね。ビストロの料理っていう感じで、ちょっと軽めなんですけどしっかり盛り付けたいという時はこういうちょっと縁があるようなものに
僕は盛りますね。でこれもサラダ盛ってもいいし、パスタはあんまりちょっと合わないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあったかいサラダだったりとか、ちょっとビストロ寄りなメイン料理やるときにこのお皿が最適です。で次に紹介するお皿が、これもあのメイン料理にちょっと使うようなお皿ではあるんですけど、ちょっとあのずっしりしてて、あの土のようなザラついたような質感のお皿ですね。これの作りなんですけど、あのフラットじゃなくてちょっと気持ち丸まってるので、あのスタイリッシュというよりはちょっと柔らかい印象があるので、これに、まあ、お肉を持ったりとか、僕はあのこのお皿の使い方なんですけど、ちょっとデザートですね、デザートここに持ってもかっこよく盛り付けられるようなお皿です。はい、次に紹介するものなんですけど、マグカップですね。で日比野陶器さんのマグカップなんですけど、僕はあの特に気に入っていて、あのハイカラな色もあるんですけど、質感がこうすごいツルツルしてるので、こう持った感じも馴染んで、で操作もこう色同じ色で合わせてるんで、すごいあの置いてるだけでかっこいいんですよね。であのこれは僕が気に入ってる色味なんですけど、外はこうシンプルな作りなんですけど、中がこのシックな青というか、個人的にあの気に入って普段飲んでるようなコップです。次に紹介するお皿のメーカーさんなんですけど、大橋用食器さんといって、新潟県にある食器屋さんですね。でここの食器なんですけど、かなりプロ向けな、かなりプロ向けなお皿を作られてるお皿屋さんなので、あのカタログを取り寄せないと買えない感じではあるんですけど、僕はあのレストラン時代とかにお世話になってたお皿屋さんですね。でここのお皿の特徴なんですけど、僕のあの1冊目のレシピ本の中のお皿ですね、これはあのほぼ、大橋洋食器さんのお皿でパスタ盛らしていただいてるんですけど、それぐらいあの、まあ、ベーシックなものも持ってるんですけど、ちょっとあのモダンなお皿だったりとか、かっこいいようなお皿にあのぴったりな、あのいい感じのお皿が本当に多いです。はい、で最初に紹介する お皿なんですけど、ガラス皿ですね。でもこのお皿はなんかもう見てるだけで、あの綺麗なあのガラスのお皿なんですけど、ちょっとフラット、このガラス皿もまあラインナップがいくつかあって、その中でもこのお皿はちょっとフラット寄りなガラス皿ですね。で結構あの重みもしっかりしてて、高級感があるガラス皿になってるんですけど、水玉になってて透明なので涼しいイメージがあるので、僕はあのこれに野菜のなんか前菜を盛り付けたりとか、カルパッチョだったりとか、まあ、サラダ、夏野菜のサラダだったりとか、そういう前菜系に使うことが多いお皿ですね。で次に紹介するお皿なんですけど、これもものすごい高級感があるお皿で、僕これ大好きなお皿なんですけど、あのパスタ本ではあのボンゴレビアンコですね、持ってるお皿なんですけど、これの特徴はあのお皿がもうフラットなんですよね。フラットなんで、かなりこのフラットなので、スタイリッシュな料理を盛り付ける時に僕は使ってるようなお皿です。このお皿はこの色合いが、僕なんかこのエメラルドグリーンみたいな色が個人的に大好きなので、これもあの涼しい料理に使ったりとか、これもあの縁が丸いものだったりとか、フラットなものってあるんですけど、ちょっとこの何て言うんですかね、クープ皿というか、あのここにカレー盛り付けたりとか、ちょっとガパオライスだったりとか、そういうあのオリエンタルな料理盛る時にこのお皿がすごい使えます。でこのお皿なんですけど、かなり重みがあるお皿なんですよね。であの色合いもゴールドで、ゴールドなんですけどシックな色なので、これはもうお肉だったりとかメイン料理盛り付けるときに使うようなお皿ですね。でお皿のこのサイズ感もちょっと小さめではあるんですけど、ここにちょっとお肉盛るだけでかなり料理に深みが出るようなお皿になってます。で次に紹介するお皿というか、あの組台なんですけど、これこの組台も僕これ見つけた時にもう感動したレベルで、すごいいいなと思ったんですけど、あの日本の伝統工芸である組子ですね。組子で、組子の上にガラスを張った組台ですね。
これなんですけど、まあ、使い方ももう本当にシェフによって違うというか、さまざまな使い方ができるんですけど、この上にちょっとプティフールを盛ったりとか、ハンバーガーを盛ったりとか、もうメイン料理盛ったりとか、本当にいろんな使い方ができるような組子ですね。次に紹介するメーカーさんなんですけど、ジャパンダイニングポータリーさんというところで、実店舗が東京にあって、最近遊びに行ったお店なんですけど、和食寄りなお皿がすごく多くって、とにかくシックな作りですね。で、僕もこういうシックな作りのお皿大好きなんで本当に気に入ったんですけど、その中でも最初に紹介するのがこのアイボリーな色で、リムがこうちょっとラインが入ってるお皿なんですけど、これはまあ、これ僕が使うとしたら、まあ、パスタでもこのお皿って使えるんですけど、ちょっとこの縁があることによってパスタだけじゃなくても、ちょっとしたような前菜だったりとかサラダとかも盛り付けられるような、万能なんですけどシックなお皿っていうのがこれですね。次のお皿なんですけど、このホワイトのお皿なんですけど、これはよく見ていただいたら分かるんですけど、このものすごい綺麗なラインが入ってるボールなのかな、ちょっとボールのカテゴリーにもなるんですけど、まあいろんな料理盛り付けられるとは思うんですけど、これは作りが重くないというか軽やかではあるんですけど、このすんごい綺麗な仕事をしてラインが入ってるので、なんかサラダかなんかを盛り付けたら本当に映えると思います。それぐらいちょっとお気に入りの、気に入ったようなお皿になります。で、最後に紹介するお皿なんですけど、この3種類あって、このお皿発見した時からもうかなり気に入ったんですけど、この濃いグレーの色合いと外の縁がちょっとホワイトというか、でちょっと返してあげると、茶碗のような作りではあるんですけど、お皿の中はモダンでかっこいい料理を盛り付けられるようなお皿ですね。で、このお皿の使い方なんですけど、もちろん1枚使いとしても使えるんですけど、こうやって例えばこの2枚を重ねて使うこともできるんですよね。重ねて使ってもまたちょっといいところのレストランのモダンなお皿の使い方だったりとか、そういうのができるようなお皿です。で、ここのブランドなんですけど、僕は特に気に入ったのが、お店に行くとなんですけど、お皿作ってる人の名前が書いてあって、その職人さんの敬意の表れというか、本当に作ってる方をリスペクトしてるような、ピックアップされてるようなお店だったので、最近行ってみて気に入ったお店の一つでありますね。今日はお皿の紹介だったんですけど、よくコメントとかでもいただいたんですけど、料理盛り付けるときにおすすめのお皿を教えてくださいっていう質問だったりとか、どういうお皿が合いますかっていう質問をコメントでいただいたことがあるんですけど、これ僕が料理人目線としてお皿選びのポイントなんですけど、基本的に洋服を選ぶときと同じだと思ってて、料理を盛るときに、どういうその料理を、そもそも料理を作るって時にどういうテーマなのかっていうテーマによってもお皿の色とかって変わってくると思うんですけど、あとは誰に作るかっていう、自分が、作る料理のこう同じ色合いに合わせてあげたりとか、ちょっとかっこいいような盛り付けをしたい時だったら、そのモダンなお皿をシックでモダンなお皿を使うとだったりとか、いろんなどれが合うっていうのではなくて、そのテーマに合わせてお皿を合わせるっていうのが僕がよくやるような、お皿に対する考えですね。だからどれが合う合わないっていうのではなくて、シンプルなのが好きな方はもうスタイリッシュなお皿に盛ればいいし、ちょっとハイカラなお皿が好きな方はハイカラのお皿に盛ればいいし、とにかく料理をそのお皿に盛ったことによって、そのお皿がまたいいお皿を使っていると料理にもやっぱ深みが出てくると思うので、そうやって僕はお皿選びを、考えています。で、普段 YouTube ではちょっと奇抜なお皿とか個性的なお皿って使い切れないところがあるんですけど、今日は僕が大好きなお皿メーカーさんの紹介でした。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。